皆さん、こんにちは。こんにちは。株式会社ヒーローズの倉岡と申します。株式会社ヒーローズの藤川と申します。本日は熊本都市圏オンライン合同就職説明会へご参加いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、早速ですが、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしお願いしまます。す。はい、まず初めに、弊社の企業概要を説明させていただきます。弊社株式会社ヒーローズと申します。熊本市中央区の山崎町に事務所がございます。代表取締役が見世博文でございます。設立は2010年の1月です。従業員数は118名となっております。で、また、グループ会社として、牛深水産株式会社、他1社ございます。簡単に遠隔です。2007年11月、熊本市中央区手取本町に、食彩ロマンヒーロー海の1号店がオープンしております。はい、では次に組織について説明させていただきます。現在、社員数全体で118名でございます。うち、役員正社員29名です。で、本年度、2023年度の採用計画ですが、10名以上採用させていただこうというところでやらせていただいております。次に弊社の年齢層でございます。平均年齢は38歳となっております。20代、30代、それから40代以上の方も活躍しております。社員の主な経歴です。飲食店なんですけれども、飲食店以外の業種の方が、もう多くですね、活躍をしていただいております。では、続きまして、事業について簡単に説明させていただきたいと思います。弊社の事業についてですが、まず企業理念、感動の創造ということでやらせていただいております。主な事業内容ですが、タイロ食堂ヒーロー海、それから天草牛深丸、食彩ロマンヒーロー海離れと関連会社牛深水産がございます。熊本駅に3店舗、それから桜町に1店舗ございます。次に、ヒーロー海グループの実現することでございます。私ども、お客様に感動を与えるということももちろんそうなんですけれども、もっと将来を見据えてですね、SDGs、最近よく聞く言葉かと思いますが、その中の14、目標の14、海の豊かさを守ろうということで、会社一丸となって取り組みをしております。まずサスティナブルな取り組みといたしまして、ビーチクリーンの実施をしております。ビーチクリーンを社員、またはアルバイトのスタッフと一緒に海の清掃をすることで、海洋プラスチックごみ問題についてしっかり考えられる上に、ほとんど何も準備がない状態で、気軽に始められるということもありまして、まず SDGs という言葉に興味を持ち始めた人たちが、しっかりと問題について考えるという意味で大きな意義があると私たちは考えております。次に、サスティナブルな取り組みとして2つ目、ブルーシーフードガイドというものに、私どもがパートナーとして加盟いたしました。ブルーシーフードというものは、持続可能なお魚を優先して使っていこうという考え方のもとに、飲食店などが主体となって、やらせていただいている取り組みでございます。次に3つ目ですけれども、ウニの再生養殖事業に今後取り組んでいくということで現在進めております。牛深の海を守りたいということで、磯焼け対策、などに、率先して取り組みをさせていただいております。はい。では、私からは以上です。はおい。願いします。よろしくお願いします。私から職場環境についてご説明させていただきたいと思います。皆さん、ヒロミというか、いろんな居酒屋をしていると思うんですけれども、中の人はどんな感じで働いているのかってすごい気になると思うんですけれども、そちらの方をちょっと説明させていただきたいと思います。まず、アピールポイントなんですけれども、未経験者の方が入ってくることが多いです。本当に。うちが居酒屋とかお寿司屋さんをやってるんですけれども、もちろん寿司を握ったこともない、もちろん多いですし、家でも料理しないよっていう人もいるんですけれども、そういう人も入ってきてます。なので、で、20代の若手スタッフがどんどん入ってきて、活気あるような
職場となっております。で、やっぱり不安になるのが、そのお寿司も握ったこともない、魚もさばけないのに大丈夫なのと思うかもしれないんですけれども、入社後の教育体制というのもすごく整っていますので、そこは安心していただければと思います。その具体的に、まず何をやるかって言ったら、まず皿洗いです。正直ですね。まず皿洗いをしてもらって、料理を提供したりして、商品名を覚えて、じゃあその後に、簡単な揚げ物をしてもらう、軍艦を作ってもらう、そういった感じで、段階を踏んで、教育をしていくので、そこは、ご心配なさらずに、心配いらないとは思います。あと、完全週休2日制というのをしておりまして、プライベートと両立で働きますので、僕らの中でやっぱりその飲食店のブラックなイメージをなくしたいというのがすごい思いがありますので、極力そのプライベートというのを、重視してですね、働いていただければと思います。あともう一つはですね、やっぱりその熊本駅に3店舗、桜町になりますので、すごい通勤が楽になると思います。市電も走ってますし、バスもいっぱい走ってますので、そこはそのアクセス的にはすごくいい場所にあると考えています。はい、実際にですね、桜町、皆さん、牛深丸というお店なんですけども、行ったことはある方はいらっしゃるか、ちょっと 思うんですけど、あ、ありますね。ありがとうございます。スタッフがですね、32名、かなり多いです。かなり多くて、活気があります。はい。なので、男女とも同じようなぐらいの人が働いておりまして、で、本当に活気があります。うん。皆さん楽しく働いてるんですよね。なんでかっていうと、もう皆さん、お店を盛り上げようという気持ちがすごくあるので、それで皆さん、その思いが一つになって、活気があるようなお店になっております。なので、すごい元気のある人とか、すごくおすすめというかですね、来てほしい感じだと思ってます。で、実際、店長たちの声を聞いてきましたので、こちらに掲載しております。桜町の店長の松崎も、活気がありますと。で、ヒロミの、宇都宮もですね、楽しい楽職場ですしい職場ですと言ってますし、やっぱその美味しかったってお客さんに言われるのがすごくやりがいとして感じるのでですね、やりがいですね、本当に。自分の作ったものを、自分の作った料理、お寿司がお客さんが美味しいって思ってくれる。それがすごくアピールポイントになると思います。やっぱそこがすごい嬉しくて続けている社員の方ってすごく多いので、そこがそのアピールポイントになると思います。あと一番ですね、柏柏原さんが言ってるのは、その本当にフレンドリーです。うん。年齢幅も20代、40代、アルバイトを入れればもう50代とか、幅広い層いるんですけれども、全然なんかギスギスないです。20代の子が50代の子と会話しているというのはすごく見ますし、そういう意味ではですね、なんか年齢も関係なくですね、はい、働ける職場だと思います。で、実際ですね、募集する職種について、ご説明させていただきます。ですね、今回ですね、3つの職種を募集しております。寿司職人見習い、キッチンスタッフ、ホールスタッフ、この3つを募集しております。実際にですね、職種のですね、条件というか、もご説明いただくんですけれども、寿司職人見習いとしては、お寿司の握りだったり、調理補助、接客補助っていうのをメインにしていただきます。なので、これは未経験者でも大丈夫です。書いているんですけれども、お寿司が好きな人であれば全然大丈夫です。来ていただきたいと思います。あと、キッチンスタッフっていうのがですね、居酒屋業態だったりっていうのは、調理の補助ですね。だったりドリンクを作っていただいたり、接客をしていただくのがメインのお仕事になります。こちらも未経験者でも大丈夫です。お酒が好きであれば全然大丈夫です。まあ、少なくともいいいいでです。すけど、少なくても大丈夫です。募集しております。次はホールスタッフですね。こちら、メインでホールですね。お客様のご案内だったりとか、お料理を運んでいただくとか、揚げ物などの簡単な調理ですね、をしていただく形で、お店全体を見ていただいて、回していただくような、そういう方になります。なので、すごくですね、お客様、見るお客様が多いので、すごく、お客様から美味しかったと言われたときに、なんかテンションが上がるスタッフの方が多いのでですね、すごいやりがいも、こちらもあると思う、ホールスタッフはですね、やりがいがあると思います。こちらで、前職の経験も考慮させていただきますので、その際は、ご相談いただければ、随時、相談をさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。では、最後にご応募の流れについて、説明させていただきます。まず、ウェブ応募の場合、1、2、3、4、5、5つのステップで、応募いただきたいと思います。今回、特設の求人サイト、求人ページがあると思いますので、そちらから必要事項をご入力いただきまして、応募を完了してください。で、こちらからですね、3営業日以内にご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。次に、電話応募です。
電話応募につきましては、私ども株式会社ヒーローズの本部の電話番号を記載させていただいておりますので、そちらまでお電話をお願いいたします。受付時間は9時から18時、土日祝日がお休みとなっております。お電話口にて、あつなびまたは熊本都市圏オンライン合同就職説明会を見て、または参加してというふうにお伝えください。はい、ご清聴ありがとうございました。皆さんのご応募お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ご説明いただきありがとうございます。今日藤川さんは実際に店舗の制服でご参加ですかね。そうです。ですね、はい。私もお店に行ってお邪魔したことがあって、はい、いつもこう皆さん元気が良くて、ね、明るい雰囲気だなってすごく思うんですけれども、はい、こうヒーローズさんで働かれている方の特徴だったりありますか？特徴ですね。特徴と言いますと、もう本当に前向きな人が多いですね。なんか、進んでこれをしようとか、進んで、まあ、仕事を見つけられたりとか、進んでそのお客さんがどうやったら喜んでもらえるかとか、そういうのを考えている方が特徴としては多いですね。まあ、なのでそれが活気につながるっていうのがあると思うんですけれども、本当にお客さんが喜んでいただくために前向きに考えるっていうのが多いのが特徴になると思いますね。はい。ありがとうございます。皆さんのそういった人柄っていうのがお店の雰囲気作りにつながってるんですかね。そうですね。はい。はい。続いてのご質問です。説明の中で、完全週休2日制とありました。飲食店では珍しい取り組みだなっていうふうに思うんですけれども、以前からそういったこういう休みの体制を取られてたのでしょうか？はい、そちらに関しては私の方から説明させていただきたいと思います。説明の中でですね、藤川からもありましたように、どうしても飲食店のイメージ、というところと違うのかなと思いますけれども、私どもは、そういったイメージを払拭するために週休2日制というものをですね、取り入れさせていただいていまして、実際に、全社員が週休2日で取れるような、仕組み作りを今進めさせていただいているということでございます。ありがとうございます。これからも働き方改革が進められて、どんどん働きやすさっていうのが出てきそうですね。そうですね。はい。続いてですね、社員の方の前職、経歴っていうのをご紹介いただきましたが、はい。例えば包丁を握ったことがない、それか全くの未経験からでも挑戦っていうのは大丈夫でしょうか？はい。全然大丈夫です。自信持っていますね。もちろん段階を踏みますので、いきなり包丁握れっていうことは全くしないので、さっきも言いました通り、まず洗い場から、まあ、正直そこからスタートになるんですけれども、それで職人さんの包丁さばきとか見れますし、実際に教えることもできますので、で、スタートとしては本当に何でも聞いてくれっていうようなスタンスではいるんですよね。こう、盛り付けどうすればいいですかとか、簡単なことでも、どんどん聞いてほしいっていうスタンスで取っていますので、本当に包丁握ったことがないっていう方でも全然大丈夫ですね。本当、実際にそうですよね。そうです。はい。僕もお寿司屋さんですけど、お寿司握ったことはもちろんないので、ですけど、今は握ってますので、全然未経験の方でも全然、親切に教えるような体制作りをしております。ありがとうございます。実際にそういった未経験の方が活躍されているのを聞くと安心できますね。そうですね。続いてのご質問です。まずは、アルバイトから始めて、経験を積んで正社員を目指したり、そういった社員登用制度っていうのはありますでしょうか？はい。そちらに関しても、結論から申し上げますと、ございます。まずは、やってみたいという思いさえあればですね、柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。ありがとうございます。ちなみにですね、働いて、店長などを目指すためには、どのくらい経験を積んでいく必要があるのでしょうかと来ておりますが。はい、どうですか？今、なってる店長、まあ、様々なんですけれども、もそうう、ですね。駅は店長は、はい。確か5年ですね。5年、6年。もちろん、かなり頑張っているので、店長になったってもちろんあるんですけれども、彼は5年ですね。5年前か6年前、ちょっと、すぐに入って店長にそうなっですたね。感じです。はい。また、ご応募いただいた方のやる気さえあれば、半年でも1年でも可能かと思いますので、ぜひ やってください。はい、失礼しはます。い。それでは、お仕事できますので、最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、たくさんのご応募お待ちしております。私たちとともに、一緒に熊本を盛り上げていきましょう。本日は誠にありがとうございました。